日本に10人しかいないと言われているメンズストリッパー須崎ガラティアさんにお越しいただきました。女性ストリッパーの名の違いとか収入とかいろんなことを聞かせていただきたいと思いますので、よろしくお願いします。はい、もちろんです。よろしくお願いいたします。メンズストリッパーっていうのは一体どういう職業なんですか？ざっくり言うと、はい、もう本当に服をじらしながら脱いで踊って、はい、その体の曲線だったりとかっていうのを、はい、まあ、お客様にアピールするっていう、はい、あの職業なんですけれども、はい、もうそのルー、日本でのルーツっていうのはもう1980年代から始まっていて、でもともとそのゲイ映画っていう、そのゲイ同士の作品の映画館で始まったのが発祥とされてるんですね。私あの、うん、結構筋肉のある方から、ああそうですよね、こんな可愛らしい、今こういう方たちが主流なんですか？そうですね、結構細身が多いですね。で今ボーイズラブっていうその男性同士の恋愛っていうのがエンターテインメントとして流行っているので、はい、ムキムキマッチョの人はい、人たちとの交流が全然ないですね。そうイメージではよくありますよね、はい、でもみんながみんなそうではないかもしれないですね、はい、うん、どこまで露出できるものなんですか？あ、これはやっぱり全部出しちゃうとちょっと公然わいせつで捕まっちゃうので、はい、最後の砦はしっかり隠しておくんですけれども、はい、まあでもそこに限りなく近づくぐらいに結構ギリギリまでみんな頑張って脱いで工夫してますね。女の子の場合だとだんだん少しずつ少しずつ脱いできますけど、はい、メンズストリッパーの場合は結構早いんですよね、メンズは。まあ、女性のストリッパーさんの場合って大体20分前後のショーなんですけど、はいはい、メンズの方はもう10分以内で、自分がデビューした時なんかはもうソロは5分以内のショーにしろっていう風に言われていて、はいはい、やっぱりゲイのお客様が当時多かったので、はいはい、なんでしょうね、脱ぐ過程っていうよりももう結果が見たいみたいな、脱いだ末のものだけにしか興味ないみたいな風潮があったのかなっていうので、はい、結構ショータイムは短いですね、はい、うちは。お客さんは女性ですか？女性が9割ですね、今は、はい、あのデビューした当時っていうのは、まあ、ゲイ男性向けにやっていたので、はい、男性も10割だったんですけど、はい、自分が今やっているところでは、はい、まあ、俗に腐女子と言われる、あのボーイズラブ好きの女性のことを指す言葉で、はいはい、で腐女子のお客様がかなり、はい、あの多いんですよね。あのキャスト同士が裸で絡み合うのをちょっと見たいっていう欲望を持っていらっしゃる方がほとんどですね。年齢はどれぐらいの？年齢結構幅広いですよ。もう下はもう20代とかからもう、どのぐらいだろうね、50代60代の方まで幅広く、はい、いらっしゃいます。ありがたいですね。なぜメンズストリッパーになろうと？なろうとっていうか、自分の場合スカウトされまして。スカウト？はい、当時あの大学生だったんですけれども、はい、その時にあの DJ も趣味でやっておりまして、はいはい、その時の、お客様の中に、まあ、メンズストリップ団体の、はい、まあ、ちょっと偉い方みたいな人が偶然いて、はいはい、君踊れるねみたいな、ちょっとフロアで踊ってたので、はいはい、踊れるねみたいな、メンズストリップっていうのあるんだけど、はい、来てみないって言われて、はい、特に抵抗もなく、あ、やってみますみたいな感じで、そこからがスタートでしたね、はい、大学は何を専攻されてたの？大学ですか？哲学でした、はい、極めた結果こうなっちゃったのかもしれない。忘れられないハプニングっていうか出来事はありますか？そうです、まあ、いろいろありましたけど、はい、後輩の子がデビューが決まって初めてステージで踊るってなった時に、はいはい、まあ衣装とかあんまりうるさく指定しないんですよ、はい、まあ、パンツも、はい、まあ、ご自分でいいと思うやつ履いてきなって言って舞台に立たせたんですけど、はい、そこでまさか履いてきたのがトランクスで、はい、もうあの脇からもうチラチラ見えそうになっちゃうっていう、はい、あ、もうメンズストリッパーあのここ見えたらアウトなんで、すごいヒヤヒヤしたっていう事件は、はい、ありましたね。で、それ以来あの新人がデビューするときにはトランクスやめてねって言ってます、はい、はい、あとそうですね、スカトロ系のイベントがね、はい、ありまして、はい、そこになぜか前座でメンズストリップとして呼ばれて、はい、で、まあ、前座なので、はい、あのあくまでそのね、本公演前の賑やかしみたいな感じで、はいはいはい、そこはもうそつなく
こう踊らせていただいて楽屋に引っ込ん で、でその後黄金大会というものが始まったんですけれども、まあ結構ね匂いが強烈でやっぱり、あのもう楽屋までもう香ってきてたんですね。もうきついなと思ってたら先輩にもう思ってても臭いとか言っちゃダメだぞって言われて、それだったらなんで来たんだっていうことになるからな、絶対臭いって言うなよって言われて、もうそれを我慢して、もう途中からちょっともうこれはもう動物園とか牧場だと思うことにしようと思って、ここは牧場、ここは牧場、ここは牧場って思ってなんとか耐え抜いたっていうことはありましたね。収入を得る方法っていうのは、収入はですね、もともとのその出演料ギャランティーですね、それプラス、まあ大体大きいのがチップですね、あのチップタイムっていうのがショータイム終わった後にありまして、まあ客席をキャストが回るんですけれども、その時にお客様からチップをいただくっていうので、あとはまあチッキーですね、一緒に写真撮れるよっていうコンテンツがありまして、それで一回指名が入るたびにまあいくらっていうバッグが入るっていう、だからそのギャラとチップとチェキっていうのがメンズストリッパーのまあメインの収入になるかなと思います。よく入ってきますか？そうですね、まさか似合ってます。いやいや、もうおかげさまで。大体どれぐらいですか？どれぐらい、まあ、本当にね、月収は本当にあの月によるんで、もうこういう業界なので、結構波があるんですけど、いい時はでも100万近く行ったこともありますよ。でももちろん本当に少ない時もあるんです、3000円とかの時もあります、でも20万の時もあります。だからその波がすごく激しくて、その中間ぐらいのところでようやく暮らしていけてるみたいなところはあるかもしれないですね。お客様から受けるためにとか、チップをもう少しでもたくさんもらうために、なんか工夫されることってあるんですか？一回やったショーで受けが良かったものは絶対覚えておく、どの衣装が、あのチェキがいっぱい出たかとか、そういったものは必ずメモするようにして、で、まあすごいたまにね受けが悪い衣装とかもあるんですよ。もうお客さんみんなにもうどうしたって言われるようなショーとかもあって、まあ、そういうのはまあ極力やらないとか、そういう何ですかね、あの解析は、毎回するようにはしてますね。受けがいい衣装ってのはどういう？受けがいい衣装はやっぱり、まあ、王道って呼ばれるものがありまして、まあ、学生服、警察官、ドクターとナースの衣装、男の子がナースの格好をしてるっていうのにときめく方々っていらっしゃるんで、だからフェミニンな衣装も結構受けがいいですね。あとちょっと意外だったのが、結構メンズのヒールと黒リップで、結構これが人気が高くてですね、そのフェティッシュ系の衣装っていうのはもうチェキかなり出ますね。プレゼントとかなんかもらえません？プレゼントはそうですね、結構いろいろ差し入れではいただきましたけど、パンツいただいたこともありますね。それはもうあのショーで使ってくださいっていうことなんですけど、本人のセンスがこうふんだんに反映されているものなので、もうね、なんかヒョウの顔が描かれてるティーバッグとか。どれだけ一体パンツ持ってますか？うちに多分100着以上はあると思うんですけど、結構ティーバッグとか、あと最近パンツでね、あのオーバッグっていうのがあるんですよ。あとビキニとか、結構いろんな形のパンツがあるので。どこで買うんですか？それこそ伊勢丹とか百貨店でも売ってるんですね。あとはそのゲイの下着ショップみたいな専門店が新宿2丁目とかにありまして、もうそこはもうね、布面積のない紐パンとかそんなばかりです。そういうのも着て？あ、もちろんもちろん、物さえ出なければあとはもうどこまででも脱ぐので。はい。メンズストリッパーの方が大切にされてる商売道具ってのあるんでしょうか？いくつかあるんですけど、ちょっと今日持ってきてるんで、よかったらご覧になります？まずこちらなんですけど、これファンベールって言われる、まあベリーダンスでよく使われるものなんですね。扇子の先に布がついてて、こうひらひらひらって、綺麗ですね。そうですね、こうやって、舞うみたいな感じの演目の時によく。あとはこちらが、あの石スウィングって言われる、アラビアンな感じの演目で使ったりするんですけど、これ結構あの綺麗、舞台映えするので、あとはもうパンツですね。
まずこちらは自分がプロデュースしてるアンダーウェアで、はい、今の下着のブランドを持ってるんですけれども、自分自身がデザインしたパンツになってます。デザインは可愛いでよく褒めていただけることが多いです。次はこれなんですけど見えますか、こっちが前です、はい、で前なんですけど、はい、後ろがもうパックリ開いてて、もう紐だけ、もうこの部分も全部丸見えになっちゃいます。もう最後にどこで買うんですか、これね。ネットに売ってるんです、意外と。あ、すごい、1本だけもうだから隠せるのかどうかって、もうパンツの意味ってことになりますよね、こうなってくるとね。はい、うん、だいたいまあこんな感じの履いて日々踊っております。振り付けで踊る中で、これだけは逃してはいけないとか、ここがポイントとか何かありますか？やっぱり脱ぐ瞬間の手さばきっていうのは見ていただきたいですよね。ね、ストリッパーじゃない方がお風呂入るために服脱ぐっていうのとは全然脱ぎ方も違ってきたりするので、いろんな工夫があるんですよね、なので指先まで結構こだわってるよっていうのは見ていただけたら嬉しいかなと思います。いろいろ見せていただいたので、やっぱりちょっとだけ見せていただきたい。かしこまりました。これから日本に10人しかいらっしゃらないというメンズストリッパーのストリップを皆さんに見ていただきたいと思います。私もとっても楽しみです。ではよろしくお願いします。私こっちの方で拝見します。こんな感じでしたが、いかがでしたか？かわいい。あ、いいですか？ありがとうございます。よいしょ。いえいえ、ありがとうございます。よいしょ。いえいえ、ありがとうございます。いえ。ありがとうございます。